はいどうもこんにちは、ワッフルですけどね、最近ちょっとね考えてることがあってね、アマチュア無線っておもろいんかなとかね、ちょっと素朴にね原点に立ち返っておりましてね、僕あのね更新が好きでね、あのいろんな人とお話ししたいと思ってアマチュア無線で、ね、始めたんですけどね、まあ、更新はおもろいんですよ。で、あのいつものおなじみの方とかね、あと全然知らん人とかね、初めましてとかね、あいつもありがとうございますとかね、すごい遠くの人とかね、外国の人とかね、まあ僕はあのおしゃべりが好きなんで、だいたいフォーンが多いですね。まあ電信もね、FT とかやりますけどね。まあそんでもね、やっぱりおしゃべりが好きなんで、人と話するのが、まあ、好きやなと思ってやってるんですけどね。まあ一方でアマチュア無線にまつわるね、様々なね、どうでもいいめんどくさいことがいろいろあるというのもね、まあ皆さんご承知かと思うんですけどね。まあそれあんまネガティブなこと言うとね、まあ、ネガティブキャンペーンになりますんで、まあ、今日は言わないですけどね。じゃあね、アマチュア無線ね、面白いですよってね、皆さんね、あのどういうふうにね、おっしゃられますかと。例えばね、アマチュア無線にね、ちょっと興味があるんだけど、みたいな人が、いや、身近にいるとしましょう。その人に、どうやって、アマチュア無線ってこのように面白いんですよっていうのね、皆さんおっしゃられるのかなと思ってね。なんかね、いいアイデアないですかね。あったらね、コメント欄にね、ぜひね、教えてほしいんですよね。で僕はそのね、いろんな知らん人とね、偶然出会いますと。でそれ別に SNS でええやんとかいろいろ言われるんですけど、まあそれでもやっぱりね、そのこうね、今 AI のレコメンデーションとかあるじゃないですか、おすすめとかね、そんなんと関係なくね、そのまあ電波のね、気まぐれのように偶然の出会いでたまたまお話できる人がいるとで面白いし、そのね、共通の趣味をね持ってる人、それからアマチュア無線はライセンスなんで、まあ勉強して免許を持ってらっしゃる方が相手なんですよね。だからそういうの同じね、まあ、苦難を乗り越えた人っていう仲間意識もあるじゃないですか。そんなんで、そういう人とね、特別な関係が築けるっていうのが、まあ、アマチュア無線のおもれとかなと思ってるんですけど、まあ、これ人それぞれね、いやいや、僕は FT8 でね、200カントリー集めるのがね、もう本当ね、楽しくて楽しくてね、毎日ね、ずっとパソコンの画面見てますとかね、いや電信がね、かっこいいとかね、いう人がいっぱいいると思うんですよ。で皆さんの方もね、アマチュア無線、ここがおもろいっていうところでちょっとね、集めたいと思いましてね。で、皆さんからコメントいただきましたら、またこのチャンネルでね、いろんな意見いただきましてありがとうございますということで、発表したいと思うんでね、ちょっとそういう試みをしようと思いましたということなんですわ。で、まあ、僕の考えはあくまで個人の考えでね、で、アマチュア無線って趣味なんで、いろんな楽しみ方あると思うんですよ。QSL カードいっぱい集めて大好きとかね。僕も今日ね、QSL カード整理を久々にやってたね、まあ、結構な枚数は何千枚ありましてね、これどうしようかなと思ってたんですけど、はい、まあいろんなね楽しみあるとね、でそこをねちょっとみんなの意見をねいろいろ聞いてみようと、何がいいとか何が一番とかね、この意見はダメだということではなくね、皆さんの思うアマチュア無線のおもろいとこね、これをちょっと教えてくださいと。でそれちょっといろんな意見をね、まあ上げていってね、なるほどなとかね、もうちょっと思ったらおもろいんちゃうかなと思いましたんで、今日ね、この動画で募っていきたいと思いますね。もしよかったらね、YouTube コメント欄にね、やつ書いてください。おもろいポイントなんで、おもんないポイントは今日はなしにしておきます。ここが面白いよってことだけで、ポジティブに教えてください。ほんじゃあね、皆さんのね、楽しいコメントお待ちしてますんでね、よかったらお寄せくださいということで、JK3OTH ワッフルでございました。ハムフェアあたりでね、皆さんお会いしましょう。73。